痩せてないよ、太った。今77キロ。トレーニングしてるんだ。ムエタイの試合があるから。痩せてないよ。顔はやっぱスッキリしたのかな。みんな痩せたって聞くけど、体重は重くなってます。100キロ目指してるんで。水替えてあげるから待って。グラタンない。あれ？グラタンどこ行った？ノンタン食べたのかな？あれノンタン食べた？グラタン。なんだよ、グラタン見えるから。え、グラタンないの？あった。
じゃあじゃあ、のんたん、彼女の手作りグラタン食べ残しがあったから、それ食うんだよ。グラタン好きだよ。はい、ワード2、音聞こえる？ホテルジャンピーにいらっしゃい。試合出るよ。お疲れっす。じゃあいただきます。まずはタンパク質取りたいんで、タンパク質が一番多かった。タンパク質 6.5g、ブルーベリーの飲むヨーグルトいただきます。はい、ワード2、単品どう？体調結構いい感じ？仕上がってる？腕いい感じだよ、テルチャンピオン。ほらいい感じだよ、仕上がってきてますよ。1ヶ月でこれだから、あと3ヶ月やるから全然違うでしょ、チャンピオン。全然多分ね、チャンピオンが知ってる俺の腕じゃないはずなんだよ。タイテルチャンピオン対策でみっちりやってますよ。ブロッコリーもいいんだ。へぇ。あ、見た見た。ツイッター。リツイートしたじゃん。まだ痛いの？まあ、体重差があるからな。免除太郎さん180ぐらいあるでしょ。あれ何発ももらうんだもんね、お互い。いただきます。いただきます。うん、うまい。もう治ってきてる？トレーニングアトス、そうだね、100キロ目指してる。生卵、昼飯に生卵3個、味噌汁、とんかつ、ご飯重い2個、海苔3枚。うん、いや本当に殺しに行ってるから俺。公開処刑ですよ。うん、そうそうそう、刺身なんだよね。うまい。吐くギリギリまで食ってるよ。筋トレは昨日ダンベル200回やりましたね。一昨日も200回やりました。ゲームはやばいっすね。うん、相手はテルチャンピオン。ここでコメント打ってる人、明日はどれ深夜食堂さんにコーチつけてもらって、次の日はヒカルくんとスパーリングやります。あ、そうなんだ、いいじゃんいいじゃん。ねえ、リスナーさん、リスナーさん相手。いや、対戦相手が悪いんでしょ。普通だったら配信者だから練習しないけど、俺ガチ勢だから。いいな、羨ましい。トレーナーさんついたんだ。
俺全然自信ないっすよ。自信あったら練習しないっすよ。うまっ。羨ましいな。まあ俺はコーチはドレシンヤ食堂さん、格闘技歴20年、初見さんいらっしゃい。鶏肉多めに彼女が作ってくれてますね。彼女が家にいるでご飯作ってくれるときは、彼女が鶏肉とか豆腐とかタンパク質が多いものをガンガン作ってくれてるんで、吐くほど食ってます。金かかるよね。本当に金かかる。ジム行くだけでも、撮影許可取ったけど、2時間3500円って言われた。で、1ヶ月8000円のところもあるんだけど、9000円とか。3ヶ月やったら2万とか3万飛ぶかんね。で、バンテージ2000円、マウスピース1000円、ファールカップ1500円、グローブ2000円ぐらい。もうすごいよ。金が足んない。で、練習の後、やっぱ飯多めに食わないとダメだから、体作るために。うん。格闘技の大会に出ます。6月の10日、捨て頃に出ます。第4試合。ジェイソン・スレさんもささみなんだ。すごいね。うまい。やっぱ2時間トレーニングした後うまいっすよ。うめえ。とにかく食って食いまくってます。とにかく食います。僕はでれるかどうかはあのベンゾ太郎さんに聞いてください。グラップラーバキみたいになろうと思ってたら、というのは3ヶ月後100キロ目指します。もう俊敏性では絶対勝てないと思ってるんで、スポーツマンには圧倒的体格差で勝ちます。ぶっ壊します。テルチャンピオン美穂ちゃんは風船ありがとう、ありがとう。風船身長170ですね。うまっ。重みでいきますね。勝てたらなんもないっすよ。金メダルがもらえますけど、基本的になんもないっす。筋トレやりましょうよ、ぜひ一緒に。風船ありがとうございます、豆サブさん。トレーナー羨ましいな。勝ったらプレゼント？マジで。超嬉しいな。いただきます。まあでもなんかプレゼント代とか金かけるぐらいだったら会場に来てなんか生で感動見せたいね。生で見てもらいたい。
それで十分嬉しいよ。運動後、いや、運動後30分が一番筋肉の吸収がいいんだよ。うまいんだよね、これ。スピード落ちますよ。売り切れにはまだなってないはず。でもすぐなくなると思うよ。新規バファーストリングですね。5000の一般席でも多分距離近いと思う。あの、便所太郎さんです。便所太郎さんにツイッターで DM 送ってください。すごいね。便所太郎さんです。便所太郎さん。なんか、便所太郎さんのツイッター貼れる？蒸し食うの早いよ。頑張ります。バカプレゼントありがとう。うん、結局、うん、まあまあかな。そんなヘビーで好きなわけじゃないけど、うん、豪華ゲスト盛りだくさんですよ。とんでもない量の豪華ゲスト来ますんで、これは来た方がいいですよ。いや、俺パワーないよ。打たれるのが怖いから体重上げてる感じだよ。要は打たれても打たれても効かない体を作りたいの。攻撃力じゃなくて防御力を上げるために、あの、体重増やすんだよ。だって9分間何発もらっても効かなかったら勝てないじゃん。うん。でしょ？防御力をひたすら上げてんの。腹筋やってないです、まだ。ジュースも豪華品もガンガン食ってます。とにかく食う。うん、そうそう、マークハント。レイセポーとかマークハントね。デブで。あと23キロ。腹筋なんてやらないっす。空手は小学校の頃習い事でやってただけで、白帯だよ。お子ちゃま空手だよ。先生、お願いしますってやってたの。うん、そうなんですよ。うん。
来てないし。弱いし、弱いし。格闘経験ゼロだよ。運動、だって俺スポーツ大嫌いだもん。まず体を動かすのが大嫌いだから。運動神経のなさ、トレーニングに出てるでしょ。体を動かすこと自体が嫌いなの。すげえ、5年やってたんだ。ごちそうさま。そうだよ。だからあんな動きになってんだよ。もうだから漫画は読んできたけどね。はっきり言って、初めの一歩全巻、グラップラーバキ、喧嘩商売、ワンピース、ハンターハンター、漫画の数だけで言ったら俺2万冊読んでるの。生涯。で、格闘漫画大好きだから、知識の量ではテルチャンピオンをはるかに凌駕してるね。俺はね、喧嘩で強いのは結構柔道だと思ってるかな。レスリング柔道系の人が強いイメージがある。喧嘩は。空手ももちろん強いんだけど。喧嘩で強いのはそんな印象があるね。サモも読んでる、サモも。まあ当日の試合次第だな。結果が全てだから。練習しだってさ、意味ねえんだよ。わかる？練習したって意味ないの。勝っちゃいいんだよ。勝ったやつが正義だから。勝ったやつがルールだから。勝ったやつが正解だから。だから俺は、練習なんか全然意味ないと思ってる。まあだから練習するんだけど。FX 始めようかなとか思ってますけど、キャッシュポイント増やそうかなと思って、まあ一個稼げる柱は作ったんで、おかげさまで。そう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 、本当にそうよ、ドラちゃん。俺はワンピースのあのセリフ好きだよ、ドフラミンゴが言ったの。うん、戦争を知る子供、戦争で育った子供と戦争を知らないガキの価値観が同じなわけがないって。勝った方が正義だって。正義と正義のぶつかり合いでしょ。うん、6年やってんだ。飯うまかったな。テルチャンピオン対策で動画見るか。どんな練習してんのか。研究しないと。トレーニングします。イメトレ朝、昼からおはよう。
ありがとう。太りやすい体質ですね。だから筋肉つきやすいんですよ。筋肉のつきやすさはまあ知ってる人は知ってると思うけど、ひょろひょろの腕がこうなるから、筋肉はつきやすいっす。ただデブりやすいっていう、吸収力がいいんだろうね多分。8.5 でトレーニングしてますね。軽いっすよ。8.5、昨日200回。一昨日も200回でしめちゃめちゃ出てるじゃん俺。出る出る。うまいね。果汁 100% だけど、あれその濃縮還元でしょ、果汁 100% だ。あ、これはね、職場の人からいただいたやつですね。職場の人からいただいたやつ。会社にね、絵の描ける人がいっぱい、イラストレーターさんがいっぱいいるんですよ。画家が。だから、
すごいよ。こうやって、その思い出の写真とかを絵に描いてくれるサービスやってんだけど、これ8000円とかでやってくれるよ。一番。アクリルのキャンパス。だ、結婚式とか、その自分のペットとかさ、思い出の写真ってあるじゃん。部屋に飾りたいな。それをアクリル画に描き起こすサービス。うまいよね。だからカップルとか、ワンちゃんとかの絵が多いかな。問い合わせは。結婚式とか、なんか披露宴とかのプレゼントとかね。友達とかが結婚するからっつって、何ヶ月前から準備で予約が入ったりとか。そういう感じかな。今度放送に映ってるよ、全然。何回も映ってるよ。本棚はもう全部何百冊ってあるんだけど、もう全部飾ってないね。もうそこに平積みしちゃってる。漫画が大好きで、もう漫画2万冊ぐらい読んできて、所有してたのだけで何千冊ぐらいあったかな。多分4000冊ぐらい所有してて、満喫とかで2万冊ぐらい読んだかな。漫画大好きですね。漫画、映画、アニメ。オタクです。あ、忘れてた。サプリ飲まないと。あれはすごいね。ボーイズ・オン・ザ・ランいい漫画ですね。2ですね。終わりも良かったし。ボーイズ・オン・ザ・ランは名作ですよ、あれ。アイ・アム・ア・ヒーローちょっと、ぐだってるけど。ボーイズ・オン・ザ・ランはいいっすね。名作ですね。僕も大好きです。あれはほんと、トップ10に入るぐらい名作だと思いますね。今まで読んだ漫画の中で。お、あやかだ。ハートプレゼントありがとう、あやか。あやか、ありがとう。あやか、ハートありがとう。ドラマ化されてたんだっけ？妻夫木だっけ？薬ジュースで飲んで効くの？あ、サプリだよ、サプリ。まあ、大丈夫でしょ、ジュースでも。ハートたくさんありがとう、あやか。お疲れ。2時間やったよ。今日の夕方からトレーニングは、ドレ深夜食堂さんと、ドレ深夜食堂さんにコーチつけてもらって、で、その次の日は、ヒカルくんとトレーニングやるね。銀杏の、あ、わかんないな。俺はなんか原作クラッシュ絶対起こるから、あんまり微妙ですね。邦画でなんかリメイクみたいなのは。原作を超えるってなかなかないんで。エヴァンゲリオンもだから原作派ですね。アニメ。
で、漫画の方は好きじゃないです、僕は。やっぱ原作を超えるって難しいですよ。ナウシカもだって漫画の方が面白いでしょ？やっぱ書き手の情熱みたいなものが表現できないんだろうね。連投大歓迎だよ。アイテムの連投。拒む理由がない。ドレさんは20年格闘技やってるからね。今50歳だけど。デスノートは俺はないと思ってますね。デスノート信者大嫌いで。あれは、正直言うと絵はもうクオリティ高いし、シナリオも悪くないんだけど、なんだろうな。デスノートは僕はダメですね。ダサくだと思いますね。俺は、なんか理屈とかよりも、やっぱ漫画の面白さってパッションだと思ってて、作家のパッションとか情熱とか、狂気とか、そういうものをね、絵に載せられる作家が好きなんで、デスノートはないですね。あの人、そうだよ。50歳、50代じゃないかな、今。もしかしたら40代かもしれないけど。多分50代だと思うよ。俺もあんま詳しくわかんないから。シルベスタ・スターローンみたいな顔してる。血圧計いらっしゃい。20年何かに打ち込むってかっこいいよね。ファイターですよ。あれ？綾香俺のことツイッターフォローしてたっけ？ブロックした？綾香ブロックされてるよ、俺のツイッター。 夢に出てこない。 他にあれじゃん？いい男が見つかったんじゃないの？綾香消えた？ショート書いてる。 ちょっと面白いな。キッショ潜ってた。本家の方はブロックされてる。ああ、そう。ブロックリストに入ってなかったけどな。疲れたな。ニコ生の時と部屋めっちゃ変わったけど、今おる場所は目の部屋で言うとベッドの前。ああ、もう間取り何回も変えてるからわかんねえな。わかんねえわ。
ベッドがどこにあったのか覚えてない。羊フルグラフィック T シャツかっこいいの欲しくなった。それはね、このノンタンって、あの、俺の彼女が作ったやつ。買って買って。あれが人気ですね。ノンタンは、あの、画家なんですよ。ノンタン画家です。タイピング早いかな？そうかな？いいよ。風呂入ろうかな。風呂入ろう。これ15分で終わりにするわ。風呂溜めてくるわ。そうだね、ストレッチを結構ね、足が伸びるようになったから、うん、前蹴りがね、筋痛めてたんだけど、結構いい感じですよ。死なない？今日の収支 26FX すげえな。ストレッチ、そうっすね、体めちゃめちゃ硬いんですよ。ただあの、切り上げるときにやっぱ体柔らかくないとダメなんですよね。お湯何度とかじゃないけど、熱いお湯が好きですよ、僕は。熱いお湯が好きですね。で、じわーっと汗を流して。
金がどんどん消えてく。いや、金は使うもんためにあるもんだから、うん、46度。あ、そうだよ。本当はぬるいお湯をゆっくり使ってもあったかく、あったまるんだよね、体。うん。熱いお湯に5分とかよりもいいらしいよ、やっぱ。ゆっくり。ゆっくりがいいらしいよ。少ないんだ。プラス46万あって少ないって感じるのはすごいな。いや、喧嘩してないよ、俺飲んだんと。全然飲んだん仲良しだよ。ねえ、飲んだん仲良しだよね。和道さんでもできますよ。どうだろうな。バイナリーオプション？株 FX？ 口座開設しようかなとは思ってるんだよね。まあ覚えておいて、ね、一生役立つスキルだとは思ってるから。あ、合法の賭場みたいなもんだからな。還元率のいい。で、マーケットが世界一でかい賭場だからな。フェクサー元手どれくらい必要なの？ FX って。池沼っていうのは、智障って昔タイピングしてたんだよ。知的障害者のことを智障、智障って打ってたんだけど、2チャンネラーが、智障って打つときに、池沼って出ちゃった。確かそうだよね。知的障害者って意味だよね。差別用語だね。だから。それが2チャンネル用語で、池沼、池沼って。
検査してもらったってことは疑いがあったんかい。親は心配してたんかいって。この子いけぬのかもしれないって思った。完全に沼だ。俺は子供の頃さ、俺左右で耳違うの分かるかな？ここの耳丸まってんの分かる？豚みたいになってここ丸まってる。治ったかな？こっちかな？こっちか。こっちの耳さ、ペローンって丸まってんの分かる？これなんて言うんだったっけな？ここ、丸まってんの。だからやっぱ昔の年寄りとか気にすんだよね。これあんま縁起良くない耳なんだよね。片耳だけペローンって丸まって。左右非対称だから。多分 DNA 良くなかったんだろうね。ギリギリ沼ですよ、僕も。ギリ沼。そう。こっちの耳豚みたいになってる。ペローンって。じいちゃんは相当気にしてて、整形手術受けさせようって。まともな仕事つけないからって言ってたらしいよ。まあ、じいちゃんの予言通りまともな仕事つけなくなっちゃった。初見さんいらっしゃい、山田太郎さん。面白かったらフォローしてください。大人になって自分が軽度のダウン症って知ってる人がいるみたいだね。ダウン症じゃねえぞ、俺。軽度のダウン症ってあんの？お前とか。大人になって。初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。私違う。いや、のんたんと彩香は喧嘩ばっかりしてるから。別に彩香が喧嘩売ってるわけじゃないんだけどね。のんたんがすごいね、彩香のこと嫌いなんだ、うん、今彩香を監視中だから。ブスのツイッター見てるの。誰だろうと思った、彩香。ブスのツイッター監視してるのつって。沼すぎてイラつく。俺のことを少しちょっとでも色目に使ってるコメントを打つ女性リスナー全員的だから。のんたに敵認定されたの。じゃあお疲れ様です。皆さんお風呂入ってストレッチします。ありがとうございました。お疲れー。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねん。もう